こんにちは。米食味鑑定士の渡辺米国の渡辺誠二郎です。今回は家庭での食中毒対策の湿度管理についてご紹介したいと思います。暖かい時期がやってきました。梅雨から夏にかけてのこの時期は食中毒が発生しやすい時期なのです。最近は高温多湿の環境で活発に増殖します。水分が多いほど危険度が高くなってしまいます。お弁当の温かいうちに蓋をしたものの細菌の数を4時間後に見てみると、温かいうちに蓋をしたものの10倍にもなっていたという実験結果もあります。お問い合わせご質問はフリーダイヤルで 0120-379100、 0120-みなくい00 と覚えていただくと便利です。それか福井味覚クラブで検索してください。